ウィリアム・カービー・ウィリアム・カービーは、イギリスの聖職者、昆虫学者である。サフォークのウィテンショムに生まれた。イップスウィッチの神学校で学んだ後、ケンブリッジ大学のキーズ・カレッジを1781年に卒業し、1782年にサフォークの教区に配属され、そこで修正、牧師として働いた。よかに、自然科学の研究、 特に昆虫学を熱心に研究し、1802年に地元の蜂を研究した主張の一つ、マナラフェアアッパム・アングリを発表した。蜂に関する分類学的研究を行い、属の見直しを行い、多くの新種を記載した。この仕事で国の内外で昆虫学者として高い評価を得た。友人のスペースと共に4巻のイントロダクションツーエントモロジーを出版した。 これは、英語で書かれた、最初の一般向けの昆虫学の本である。ウィリアム・シャープ・マクリーの五神分類法に基づいた、分類が用いられた。第八代ブリッジウォーター伯爵、フランシス・エジャートンが、神の力による自然の調和を示すために、八つテーマの、論文を学者に委託したとき、その一人に選ばれ、オン・ザ・ヒストリー、ハビッツ・インスティンクツ・オブ・アニマルズを執筆した。 これらの著作以外に、ロンドンディンネ協会の出版物や、ロンドン動物学会のズーロジカルジャーナルに、多くの論文を寄稿した。ウィリアム・エドワード・パリーの北極探検公会の、博物学分野の報告書、アカウント・オブ・ザ・アニマルズ・シーン・バイ・ザ・レート・ノーザン、エクスペディション・ホワイル・ウィズ・イン・ザ・アークティック・サークルと、ファウナ・ボレーライ・アメリカーラの昆虫学の分野を、執筆した。これらの業績から、 イギリス昆虫学の父と称された。カービィの標本は大英博物館や輪廻協会に収められた。進学の分野の著作にストリックチャース、オンサー、ジェームズ・スミス・ハイポセシス・リスペクティング、ザ・リリーズ・オブ・ザ・フィールド・オア・ワー・セービア,アンドザ・アカントス、オブ・バージル・リア・セブン・サーモンズ、オン・アワー・ローズ・テンプテーションズがある。ありがとうございます。